どうも、こんばんは、エヌメです。今回は、東京グールリインボーク、メンテナンスが終わりまして、占領戦第17回開幕とともに、プレミアムガシャに、新しい、キャラクター、クイーンケガリ・ハカトリが、登場しています。早速、キャラの詳細の方見ていきましょう。クイーンケ、ハカトリ、ハカトリのクイーンケで、熟練度 100% したときにアタックポイントダブル S マイナス6アップですね。で、何本になるんだこれ、 15? おめちゃめちゃいくねこれ。これ何番目くらいなんだろう、攻撃数でいうと結構高いんですけど。で、体力アップ2000アップからの、攻撃力アップ S プラスで、防御かな、あ、武器耐久値かアップ S マイナス4アップしますね。で、グール、じゃあ人間キラーダブル S マイナスということで、攻撃力12000、いや12000じゃないか、いや1280、1万はやばいな、1284で、防御力ちょっと低めの550ですね。で、 HP も若干低めの7300と、まあ、ちょっと逃走スキル、自身味方回避率 20% か、回避、防御の方がいいかな、確定だしな。まあ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 。で、速度が S マイナスですね。これ移動速度だよね。で、攻撃の S マイナス、こっちも S マイナス、これ結構いいんじゃない正直。ただ、攻撃の頻度かな、が、B。これ射程だっけ、こっちが、こっちは攻撃数でこっちが射程なんだっけ、そこら辺また忘れちったな。まあ、スキルがですね、2ターンの間、自身の回避率を 30% アップ、敵単体攻撃力 1.4 倍の10連ダメージ、武器耐久値をマイナス6と、まあ、2ターンの自身の回避率 30% アップっていうのは、まあ、敗勢と死神と同じですね。まあ、多分向こうはあれだったのか、3ターンとかだったのかな。で、敵単体 1.4 倍の10連ダメージですね。で、武器耐久値マイナス6、10連削ってるのは、まあ、実質武器耐久値マイナス7ですね。まあでも別に弱くない。普通にいい感じのキャラなんじゃない？武器耐久値削りもあって、自分の回避率、アップさせて、がっつり敵削って、まあがっつり削れるのかどうかわかんないけど、まあプレミアムキャラなのかなという性能ですね。じゃあ、とりあえず10連引いていきますか。まあ、ハカトリ、アニメでそんな活躍してたかって言われると、正直出てきたのは、あれだよな、ハイセクイクさんか、クイクさんの襲撃、まあそこもそんな尺取ってないからあれなんだけど、あ、出てきたっけな、あそこ、あそこはね、あのハイセがかっこよかったなって記憶しかないんだよ。カグネ出して、あの雪村出してるハイセがかっこよかったなっていう記憶しかないですね。あとアモンさんのとこもだいぶはしょられたっていうか、まあ改変されたんで、オールと一緒に本当は出てきてくれるはずだったんだけど、多分出てきてなかったですね。はい、ということで篠原さんでした。あ、そう、あとあれにも出てきたよね、タタランのとこにも出てきて、あのクイーン系、こいつの持ってるこの刀みたいなクイーン系を結局オールが使うんだけど、まあ、そのシーンもなかったですね、うん、多分。はい、ということで、今回はハカトリ、登場ということでですね、まあ今月ももうすぐインボーケフェスが来週ぐらいかな、まあ来週メンテ明けか金曜日ぐらいには来ると思うんで、はい、また楽しみにしてね。予想な、ちょっと予想を立てておこう、ここで。この前、銀杭のウリが来て、今、ルシマだと思うから、まあ、重造、新たジョーカーの重造が来るか、クロナが来るか、まあ、タタラ・カクジャが来るか、もうハカトリ来たからね、正直ハカトリ来たから、あ、でもそう、ハカトリってアニメで登場しないから、どういうタイミングなんだろうな、わかんないですね。もしかしたらクインクさんが出てくるかもしれないという。いや、でもサイコがね、千手観音出すのはまだまだ後ろだしな、ってなるとやっぱりその重蔵かクロナかタタラあたりが有力なんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。